くそびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた叶いそうもなかった夢よ諦めそうになった日々を変えてゆけると信じてたあの日のこと手繰り寄せて いくつも始まりがきっと待っている ライザのアトリエ2失われたで。どれがいいかな。どれを使おうかな。どうしよっかな。いらない材料を使うべきだよね。悩む材料はいらない材料のような。悩む材料はいらない材料のような。
すぎも良くないよね。考えすぎも良くないよね。どこへ向かうつもり？よーし！ライザ、ちょうどいいところに来たね。どうしたの、デニスさん？コンテストの結果が出たんだよ。それで、早くライザに伝えておきたかったんだ。それでそれで、いや、確かに僕も優勝を狙ってたんだけど。あれ、もしかして、そっちの方がまだマシだったかもしれない。落選よりひどいじゃん。いや、それがさ、材料として使ったあの金属がいけなかったんだよ。なんで？まさか名前がない金属だからなんてことないよね。というよりもライザ、あれが本当に金属だって証明できるかい？そんなのはないけど。そう、見た目や触り心地は金属のそれでももしかしたら金属じゃない未知の物質かもしれないだろ。検証しようにもあの金属の余りはない。おまけに偶然手に入ったものだから採取して検証することもやっぱりできない。だから審査員の人たちも判断に困っちゃって失格になっちゃったんだ。そんなもう点だったな。まさか。残念だったね。ありがたいことに作品の出来に関しては素晴らしいって言われて、ちょっと今回はそれで満足しておくよ。それなら次、今度こそ絶対優勝してみせるよ。いらっしゃい。どれを鍛えようかな。強くなりそうなものはやっぱり別のに。強くなりそうなものは、やっぱり別のに。強くなりそうなものは、やっぱり何を使おうかな。
やっぱり今のなし。またいつでも。どこへ向かうつもり？よし！ここは緑が多くて落ち着くね。なんだか私の村と空気が似てるの。どこか行きてえのか？よし、どれがいいかな。考えすぎもよくないよね。これでいいかな。どれがいいかな。どのくらい作ろうかな。どこか行きてえのか。よし、よし、休んじゃおう。ちょっとだけ寝ちゃわないようにしないと。ちょっとだけ寝ちゃわないようにしないと。ねえ、どこに行くのさ。よし、
った。これこれ。どこに行くの？よーし。いつでも。いらっしゃい。何が必要？またいつでも。どこか行きてえのか？よーし。ねえ、どこに行くのさ。よーし。それにしてもまさかライザさんたちの方から来てくれるとは思いませんでした。ごめんね、フィーもずっとアトリエばかりにいたら退屈かなって思ったんだけど、お出かけしてもそんなに疲れない場所って考えたらここしか思いつかなかったの。そう思ってもらえて嬉しいです。フィー、うちに遊びに来るくらいで少しでもフィーの気が休まるならいつでも来てほしいです。元気になったらその時はうちに泊まりに来てくれる？え？でも寂しくなるから泊まりは嫌って。それくらい寂しいのうちに入りません。それよりもフィーが元気じゃないことの方が何倍も悲しくて寂しい気持ちになるから、だから元気になったら絶対に泊まりに来て。眠くなるまでずっと遊んであげるから。約束よ。しようとしてたんだっけ。どこに行くの？よーし。いらっしゃい、ライザさん。ちょうどいいところに来てくれました。どうかしたの？
いえ、この前のお礼を。ライザさんのアドバイス、とても役に立ちました。それならよかったよ。それと私、勘違いしてたみたいだから、そのことを謝りたくて。ごめんなさい。え？勘違いって何のこと？いいです、気にしないでください。とにかく謝罪しましたからね。パーティー、話があるんだが。お父様、でも今はお客様が来てるから。ウォルカーさん、こんにちは。ライザさん、すまないが今は挨拶どころではない。パーティーに重要な話があるのでね。はい、わかりました。それでお話というのは？先日お前が楽しそうに露天街にいるのを見た。家庭教師のタオ君と二人きりでな。違います、二人きりじゃなくて私もいたから三人です。ライザさん、論点はそこではない。貴族であるパティが平民の男と親しそうに歩いていたのが問題なのだよ。もしあの姿を他の貴族に見られたらどうなると思う？アーベルハイムの娘は平民と親密な仲などと噂されては、お前の将来に傷がつくんだぞ。とにかくこうなった以上するべきことは一つ、タオ君には家庭教師を辞めてもらうしかない。そんな、いくらなんでもひどすぎる。タオと仲良くしてるのを見られたらまずいなんて、そんなのタオに失礼よ。貴族には守らねばならん面目があるのでね。ライザさんにはわからないだろうが。わからないよ、そんなの。タオはとっても真面目だし、人に何かを教えるのだってとってもうまいんだよ。そんな理由でクビにするなんて絶対間違ってる。ライザさん、彼の代わりとなる家庭教師は今手配している。見つかり次第彼には辞めてもらう。これは決定事項だ。勝手すぎるよ、そんなの。わかりました、お父様。パーティー？うん、これも全てお前のためだ。わかってもらえて嬉しい。お父様にあんな強く意見した人、初めて見ました。ライザさんは怖いもの知らずすぎます。どうして？なんで分かったなんて言っちゃったの？お父様が決めたことだもの。私が逆らえるはずないでしょ。分からない。だってパティはタオのこと、面目を守るためならば自分を押し殺さなければならないことだってある。ライザさん、これがあなたが羨ましがっていた貴族です。そんなに悲しそうな顔してまで守らなきゃいけないものなの？どこに行く？よーし、露店がいっぱいだね。ちょっと。いらっしゃい。また買ってくれ。いらっしゃい。またいつでもどう。
ようこそいらし。またお越し。毎度で。またどうぞ。いらっしゃい。またどうぞ。こんばんは。また来てください。今日はどうする？積極的。用事がなくても。